準備でしきたい。スタートボタンを押してください。さて、いい肉の日となっております。第102回メルディブラザーアクセレスアゲインランキングバトル、優勝者指名11勝ち。今回優勝したのは赤星サスキ。指名したのはというか、指名してくれと立候補していったのはラッキーさ。大会で負けたからにはここは分からすと、ラッキースターが逆指名をかけていった。第102回ランキングバトル優勝者指名11勝ち、優勝者赤星の指名はラッキースターとなった。非常にこの2人威力が拮抗しているが、結構ねこのゲームで画面見る必要があるんでね、その日の集中力ってのは大事必要なんですよ。あとラッキースターもね、4周年を控えてね、本気の調整モードに入ってますね、これ間違いなく、はい、もう俺フルブーンで行くというそんな意思の表れがありありと見えるとか言っときながら次の試合これプレゼント使いだすんやね。小木攻め、これは折り返しガードから透かし下段になる。 JB 警戒したら透かし下段が当たるというね、難しいところ。ボビアガード、ぼよぼよは飛ばすで、ここでレイドになってなかったか。ゴービー髪切りが当たる。俺フルブーンのネロってさ、実はどれがどの技か知らん技多いねんか。あの髪切りゴービーで合ってるやんか。あれあれ 6B な 4B え、ちょっと 4C なんやあれ。あ、全然違うわ。はい、第1ラウンドラッキースターから第2ラウンド、え、じゃあこの腹あれが中段の 5C やんな。もう6C がリプレイで、そう、じゃあ、これはこれが 4C で、この 5B やんな。対空であれ使うの、対空したら 5B で、じゃあ石はあれなんだ。石は 3C で、さらに 2C もあると。へぇ、石あんだけ上に出るけど 3C なんや。さて、まずはラッキースターとかいうネロの技解説してるときにラッキースターが勝負。カマキリの足が 4C、 これはプレゼントと変わらず、腹中段になる腹が 5C、 リプレイが 6C、 中段あれ 6C、 じゃあリプレイはリプレイ、牛じゃない、サイ 5C、 サイが 5C なんや。へえ、ほんまや、2、3、4、5、6、全部当てた。でまだラッキースターフルムーンで1本取ってからすぐにクレセントを使っていく。これだよ、本気の挑戦。フルムーンとかいった瞬間クレセントに変えよう。ちょっとやがおし、さあ中央の表、折り返し表だったが、なぜか鹿が出てダンクで鹿2発かわしたけど、一発交通事故。 2B 重ねから 5C 対空で、お前 2C 絶対当たってないけど、今ヘビで拾ったね。今ヘビで拾った。からの、あ、そっかそっか、あ、どっちに拾える、どっちに拾えるからの解放当てリグからカラスシールド整備かわして、護衛 DC は DC がちょっと間に合わず、おっとごまかした。第1ラウンド赤星、第2ラウンド今距離結構でぶっかヘビなんですけどね。これは JB しゃがみカウンター見逃さず、 5B 浮かしから5C5、 おっと拾いだったが、サイチアーム、からうーん、さすがにダメにやってない。 JB かぶせ直す。 JB からかぶせ直す、許さないが、ここでヘビがないと保険プレー。 B5C チアーム許しません。で、おお、すげえ、あー、うまい、今のはうまい。様子見入れっぱに JA ガードからすぐ着地、5A 2C ラッキー取り返し1-1、真上 JB からのカウンター裏落ちでコンボ投げ 5C JC、 とりあえずこの中間距離になるとまあまあちょっとは抜けやすい。
コーヒーからカラスシールド投げが間に合わない。そうコムミス2C ドミ 4C をダッシュ 2A で潜ってった。今の DC にも負けるから一緒だよ。あ、まだ広いですからの、いやー様子見ジャンプを空投げで狩る、ね、様子見ジャンプするってことは空投げそうだよね。ダンク竹段からもう一回、あー開いてなかった。表下段残っている。さてドット残し、今のリソースがどんだけ残ったか分からないドット残し、あーでも今ここはシールドリソースがあるんで耐えてジェンディ一発カウンター。さあここここは読み合い、最後読み逃げから逃げる投げがボール、これはさすがに逆転でした。いやー解放を押すのも命がけ、解放読み絡みの怖い読み合い、戦車のラッキースター 2-0。 私にラウンド、さて3試合目赤星マザーのラッキースター。ここでもう一度ルメ1戦ごとに最後回転ラッキースター、両手赤星再開ビアメン、裏切りのビアメン、上シールドかな下シールドかな、うわーガクラーどこどこどことなってケナガド、うまいつまがったね。 JA からの神切りさん5尾だよな、5尾 2B やっと上がってきた。牛は 3C 行くよフェイントで、そしてとりあえずボヨボヨ出しながら保険プレイしながら投げ上げる、髪切り JC インバリだから、いやーボヨボヨ巻き込んで 6C 2回コン減った、髪切りワニゲランガード投げ外す。さてここ来い来い、なんかいろいろあったカラス、JC 抑え込みながら JC カウンター受け身、おっとゴミゴミ解放投手赤星だが JC ヒットブラッドヒートなんで割と回復早いもののジャンプしてもう一度当てに行くか、先に触り出していくラッキー投げる、これどうなってんねん、逆転してるっぽい。第1ラウンド赤星よう見た、タケを読んで JC 当ててんのよ、もよもよ 6C から JB の2発目いえ JC ここは引きずり落としていかない、 JB リプレイ髪切りタイクだと月が髪切りタイク、マジかよスーパーもよもよタイム、右からもよもよが最後戻ってくるのジェシー、高めジェシーカウンター3点最後潰しからもう一回ワンチャンゲット耐え見てきた、えあっいや右三振は安いはず、解放で取ってジェシー重なる、これはさすがに美味しい、上にきっちり使い切り、カズ折り返しゲダガードシール、だがゴービーおっ行かない、最後も体育潰しジェシー、これからどこに行こう、防衛体育の上からジャンプし、あれが当たればサスケは確かにいける。さて 2-1 赤星が1本取り返す、見逃して4戦目、赤星 VS ラッキースター、さすがさすが、まだ JC と JB 相打ちから、A しかで 3C が吹っ飛ぶ、ゲランカード、幻想師は、これはリバースから、
AC カウンター指導、まあ、シールド3回取ってるんでシールド補正が加わってダメージとしては安いものの回避はでかい。なんか暴れ潰し DC になったけど、あー、2回ゲージ使い切りから早めの回収になってタンク折り返し中断中断、今度は B 越し溜め切った、ダンクアーメン裏が開いてた。そして裏表分からなかったら解放すればいいじゃない、呼び下げ大事な長押し回してきよる。チアメン割り込め、から3シーの中央逆折り返し中断、 DC2 名から今度も折り返し中断、入れっぱになったか、解放、いやーまあかわせないね、あれかわせんのローゲージやから無理、確定直が前ダッシュで抜けてるらしい、なるほど、まあ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 ほぼ確やな、俺やったら確定なんとかって言うね今の。さあデニーに、ラッキースター逆指名による今日の優勝者指名11月赤星バーサスラッキースター、ここで星は5分22からの5000名ミニに3発目紙切りは2段ジャンプで使って、あ、この辺はきっちりね人対策ができてます、ダブで締めて表だった、おっと攻撃入れっぱでかぶせ直しの下段ガード打った、先生実らずからのなんかいろいろあった、シールドが潰れる。さて第1ラウンド赤星噛み合わせていくこの男、第2ラウンド危ないが届かずから牛強気のジャンプ押し3400もよもよタイム、シールドを取ったものの JB これスパークからの透かし王で今の見えんわ、から日陰はガロン、ボービー早かった、あっこまで先出しするのはさすがに DC には負けない、まずい JC 気圧カウンターだがさすがに取れず、リプレイカラス当たっていた、内で拾いながらフルヒット日陰残る、投げていくラッキースター取り返す、1-1第3ラウンド、ジェシー神切り3200 B5 B6C ガードからジェリーの2発目、これがねファディガードを特殊して非常に強いジャンプ B の2発目中断、もよもよ地上受け身対空潰しを狙っていくがもよもよ消えて、だがリプレイからジェリーかぶせ直しでジャンプ防止、あとデビの2発目当たらずからのアブシワジョゲット解放、シールドカウンターからもう1回ラッキーザコがコンボ妥協、もう4秒から 6C2 へユニフレーム、あ、噛み合ったよし高め対空潰し、これはガードからターンを取り返してリプレイ、デビのみもよもよシール対空、対空のタイミングを低めにずらした、対空潰しするんやったらお気に入り B で OK というね、うん、まあしょうがないな、ああいう読みはしたくないな、わかるが、さてラッキーサーが1本リード、その番組歓迎しダウンの3-2からです、6戦目赤星バザーラッキースター2-3ラッキースターが1本リード、
ここでラッキーさんやっぱりフルムーンなのか、間違えたらしい。入れ替えるのがラッキーさんの普段のスタイルなんでね。さて初手は赤押しだったがちょっとフルコンミスってなんかいろいろ噛み合った。バックステイ読みのマエステニエがヒールドに噛み合う。再開スイラス早い。おおマジか。あめスイコンだ。さあ髪切りが邪魔をすると、B3C 入れっぱする。髪切りから全身だがさすがに何が得意。ジェリー追いかけて中断だったけど2発目が当たって邪魔をした的なリプレイ4からの反転返しガラス。なんだこれ。でもきっちりコンボして受け身ガリバレ。あーこれ熱い。大事なんだ。よしダウンド2ファイト第2ラウンド2連覇防止牛から初手ラッキーさん。クーラーを潰した JC からさらに受け身ガードクーラーグだとミスをミスを思わせない。ジェシー体育打つケランガード早いで悪いフィールド5がきっちり割り込ん。 6C が3発入ると2人やわ。ドーンカラスが化けたところをごまかした。着地を投げる早い。 1C 第3ラウンドリプレイ。ジェシーカウンター神切り待ってるぞ。神切りシールド神切りジェビーガード潰したものの、もちろん神切りが待っています。さて8とかしからもよもよタイム。イレッタが 2B で潰れる。もよもよスーパーもよもよタイム解放スパークで耐えた。ジェシー折り返しにスパーク髪切りから裏投げもよもよ投げ抜ける。ここはちゃんと対策している。 JA 刻んでリプレイ潰しまで。満足のいく食事ではなかった。24ユーミン またも2ラウンドリードしていくラッキーさん。私にダウンド7戦目赤星 VS ラッキーさん24から B 少し手段さて初手赤星から解放即死か AC しかでプレッシャーかけながら上り JB の中段カモネってやつや。 JB1ボビー、ボシーからシアムガード蛇を避けながらと西野に集め、そしてもちろん 3C からボビーで剥がして違うけどね。バンカーからの解放とアッパーがさすがに蛇で潰れて EX しか3回目ジェシー一発ダウンだ。天才かその落ち方。さて甲子大学 2C 剥がしたらあーさすがに決め切りますね。大事なんだラッキースター。ラウンド2第2ラウンドまずはヘビー。おっと強気ダンク届かない夢を追う殺人ダンクじゃないですか。掴んだものをすぐ落とく殺人ダンクか。掴んでねえし2点当たる空投げ失敗。 J から C5C カラスリプレイガードリプレッシャー髪切りガードから A しか当たってしまう。現像して1ピピッとだがまあ拾う。 C5C で締めてダイエットなんか押しちゃったが何やったやろ。解放が出ないか何か出てないけ。まあ解放出ても巻き込むけどね。ワニは暗い判定ない。さて3ゲーム差ラッキーさ3ゲーム差にゲーム差上げていく。
ラウンド2号ファイト赤を使わさずらしいさ2号これは受け身代わりいいタイミングでボディを捨てたクワと先飛びになっていたからの4C 4C これを対空シールドからもよもよ風切り左右 JB1 からきっちり 5B 拾うだがここはコンボミスになって脱出成功赤押しいやー、スカゲだから、もよもよタイム OCB から、サビキリからダブルカビキリからス 3C で抜けたフランカーだが、もよもよ前に飛んできた、もよもよ第1ラウンドラッキーさ第2ラウンド OB カウンタージェシー対空するし牛置いてある見てから見てから牛マジかよ少しいやーいろいろあっただが2回目のツアーで赤耳ガード折り返しかけるシールドピーターだけ余裕そしてデイビーシールド失敗赤星フワちゃんタクはいけなかったそうはい、後から巻き抜けで 5B が間に合うとかマジかよ出口の今の 5B 間に合うか国学様の終焉ムーンビー26とりあえずラッキースターが逃げ切りの勝ち越しを決めたまずは決めた大会の帰りは返したでみたいなねそんな感じとしては決めたが9戦目赤星バーサスラッキーさん2526から JC 避けたもののなんとかヘビのヘビの逆に回っていくというそんな立ち回りだが早かった相打ちから 2C 3C で締めてこれ前捨ておっと 2C の空振り前捨て 2A 大成功カラス着地点に置きながら逆飛ばしの JC ガードそして 5A2C で B5C で対空しながらボッコミ2秒のところスパーク A2C のみシールド下だけこれがシールドのゲージがたまるうわうさくさい CC タイミングよく解放折り返して防衛体育ここはゲージがなくなったんでアームのみ中央折り返しゲタンガードそして割り込みの幻想種あとは時間を使いましたラッキースター JC で跳ね返してまあしょうがない第1ラウンドラッキースター第2ラウンド G テイラ J から 3C1 目からの表中段 2C2 目からだが逮捕カラスから精神上りマジかよ 3C 地面おっと逆これがヘビ置いてヘビは抜けた引っ掛けたゴミ少し落としているがこれは拾えず落ちながらボーチアム届かずしかしヘビを邪魔しシールド邪魔やっぱりシールド邪魔がプレゼントに対しては相当刺さりそうだいい邪魔から手段最大狙うダンク締めて折り返し手段大砲誘うよしから
ここで解放、割り込んでいく。ここはラスキッター冷静にいく。さてさて、リソースを回復したラスキッター、クイビーからの策は中段ガード、クイビーから JC で抑えて見え、と浮かない。これはチアを割っていく。中央ダンク地面折り返しガード超えたいく。ダンク、ああまだあるが結構時間を使われる。折り返し中段、まあ最後まで解放ケア36。どこまで詰め寄れるか赤星。36から10戦目赤星 VS ラッキーさと開幕バックステが出てなんかいろいろあったよ。ゲナガードで 3C を入れますと。おお JC、 まあまあ邪魔ですといったところが JC が引くヒット。 JC は避けてかわして、うーんラッキースタイルで対空潰しノーマルヒットならもちろん着地が繋がるわけがない。お互いシールド駆使していくが、下シールドとりあえずの 4B でここでアッパー4できっちりシールドで割る。いっぱりとせやな。第1ラウンドラッキースター、ファイト。 JC ガードよくガードした。サビリーで避けて、いやー読み合い回していくよね。ここはお前絶対まだ置いてくるやろと思ったらシールド読んで様子見。タクは表中段折り返しだと思ったの残念、もう一度でした。さてマックが入って、ここはシールド詐欺になる。せーのジェジー、これをシールドゲージを吐いて、あっとこれはきっちり受け身取った。2回目 JC 避けから2回取った。いやー相当人呼びしてますね。第3ラウンドリプレイから髪切りで抑えてモヨモヨ当てながら保険プレイ、あーまあ間に合わない。いい JC にやっていこう。対空は落ちない。これが2段でリプレイカラスト、シールドちゃんと避けて耐える。何が出る、アーム生アーム対空からもう1回 EDG3 発目 JC、 これは引きずり下ろすが2回目でちゃんとポップにする。 JC、 うわーラッキースタイル、BC を当てていくが、おおこれもごまかした。耐えてコテギリアガード、コーシーが刺さる、解放シールド間に合った。いや満足のいく食事ではなく、ナナスさんユーミン。せやな、せやせや。いやーほんとね喧嘩やね。さあなら最終戦です。私に第102回ランキングバトル優勝者指名11月赤星 VS ラッキーさん。37大会のカリア返したとばかりに37で最大5ゲーム差までしていく。あー邪魔読んだこいつ。マジかよ、シールド邪魔読み。シールドジェシー、ただデイビーにはゾビジェシー、ゴビー届かずからお互い押したらシールドですよね。オンバーもそのボタン押しすぎ。大事なんだラッキースター。
ファイト。大ヒラウト。いやおめえのシールドもうめえけど、シールドなら京都で2番目だみたいな、そんな感じになってるな。負けないんだから。で、サケを 6C で潰してヘッド。アイチ再開知らず前接するがハイワガード。まあそれは竹でかわしながら、これにあって竹で置いたところシールドジェイシー、ジェイシー折り返し、ジェイシー、これをシールド。結局後悔、結局こうなるのが。口などない、ここが貴様の終点。ユンビあまりにも脆弱。ああなるほど。はい、というわけで赤星 VS ラッキースターは38、38となりました。赤星ラッキースター両名ありがとうございました。